ないよ。どうね、寄ってかんね。恋は、そやな、行こう行こう。ば帰りなさい、堂島会長。ああ。それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだ。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。郷にいらば郷に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど、度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで東条会の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ、物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、
それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに？せっかく福岡まで来たんだ。少しは一人で息抜きがして。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、